こんにちは、ランニングショップホロスのオダインです。今回の動画なんですけれども、今回は私のここ最近10週間の練習メニューについてご紹介しようと思っております。前回の動画でもお話ししたんですけれども、今私は8月25日に無補給、エネルギー補給なしの100キロトライアルに挑戦しようと思って、それに向けてトレーニングをしているんですけれども、3月下旬頃からトレーニングの量がちょっと落ちてしまっていて、でそこから徐々に運動量を増やして、で今比較的ですね、トレーニングの充実度とかも戻ってきたような段階なんですけれど、17日間かな、練習をサボってしまったようなところから、ゆっくり時間をかけてどうやって練習量を増やしていったのかとか、怪我とかをしないようにどういうようなことを考えて工夫しながらやってきたのかということをご紹介していこうと思っております。そうですね、今回のお話、どういうところで参考になるかというと、おそらく私と同じようにこれからちょっとトレーニングしようかなというふうに考えている方であったり、あとはオフシーズンからのトレーニング再開するケースとか、故障明けから、練習量を増やしていくケースとかに、どんな感じでトレーニング再開するかということの、もしかしたら参考になるかもしれないなというふうに思っております。それでは今日はスライドを使いながら説明していきたいと思いますので、スライド編どうぞ。はい、ということで、復活までの10週間メニューということで、直近の最近の10週間の練習メニューについてスライドで見ていきたいと思います。こちらのグラフなんですけど、これがですね、この週間運動時間の推移ということで、第1週からこの棒グラフの見方なんですけれど、まず縦軸が運動時間ですね、有酸素運動をした時間、単位は分ですね、運動時間を表していて、横軸の棒グラフなんですけど、これ最初の週1っていうのが3月30日が月曜日の週の運動量、これ0ですので、ここの週は全く走っていなかったっていうことですね。で2週目のところから運動量を少しずつ増やしていって、最後の10のところが6月1日の月曜日の週なんですけど、ちょうど撮影している今の先週ですね、のまでのトレーニング量の推移を表しています。で濃い青色の長さがランニングの時間で、このランニングのメニューは基本的にもうジョギングだと思ってください。ランニング運動した時間が濃い青色で、薄い青色がウォーキングですね、歩きの時間で、黄色がバイクですね、スピンバイクを購入したんですけれども、そのスピンバイクを漕いでいた時間になります。このバイク漕ぎもジョギングと同じような感覚で漕いでいた時間になります。でそれらを積み上げのグラフで全体の1週間あたりの運動時間を表しているのがこちらのグラフになります。で下が具体的な数値ですね。1週間目から10週間目までランニング、ウォーキング、バイク、そしてトータルの有酸素運動の時間を表にしたのが下の表になっております。でこの間どういうことを考えていたのかということなんですけど、まずやはりですね、この故障が怖いなというふうに運動を再開した時から思っていて、できるだけ故障リスクを抑えながら、怪我しないように注意しながら、ただ有酸素運動の時間を増やして、基礎的な体力を戻していこうというふうに考えておりました。そのためですね、ランニングだけじゃなくて、ウォーキングであったりバイクとか、その辺の運動を組み合わせながら、徐々に運動量を増やしていくというようなことをしました。このグラフを見るとですね、徐々に運動量増えていくっていうのも分かると思うんですけれど、例えばこの第8週とか9週と、第8週あたりですね、結構量が運動時間としては増えているんですけれど、ランニングの時間自体はこの7週から8週でちょっと減っているんですね。で、7週8週との比較でいうと、8週の方がやっぱりちょっと強度、疲れとしては大きかったんですけれど、ただその負荷の大きいランニングの量を減らすこと でウォーキングとかは比較的軽いのでね、そこまで無理がない増加幅となっております。で9週10週とまた、ランニングの時間を増やしながら、少しずつ量を増やしているってことですね。やはりこのトレーニングって全身性の法則なんて言いますけど、その体が慣れてしまってはトレーニングにならないので、少しずつトレーニング強度を上げていく必要があるのかなと思っているんですけれども、こういった感じで徐々に運動量、全体の運動量を増やしつつ、特にランニングもこうやって増やしていく、
ただランニングで一気に増やせないところはバイクとかも上手に使って全体の時間を確保していったっていうところですね。で、感覚としてはだいたいこの最初の4週目ぐらいのところまではそもそものこの運動するための準備期間みたいな感覚で、で5から7週目ぐらいでこう運動の心地よさを感じたりとか体が徐々に軽くなってきたなというような感覚を持ち始めました。でもう8週目以降はですね、そのランニングの時間こそちょっと短めで、私からしたらまだ短めではあるんですけれど、こうトレーニングをしている楽しさとかトレーニングの充実感とか、体が戻ってくる自信っていうんですかね、体力があるぞ、強い体があるぞっていうようなそういう本能的な自信みたいなのも8週目9週目ぐらいから戻ってきて、まあ、大体その故障明けとかからでもですね、大体10週間ぐらいあれば結構いい調子まで戻すことができるのかなというふうに個人的には考えています。で、次にこの10週間の期間の中で感じたことをいくつかピックアップしてお話ししようと思っております。でまず最初がですね、この 10% ルールに縛られなくて OK なんじゃないかということで、この 10% ルールって何かというと、結構ですね、その1週間あたりの週間の走行距離とかはせいぜい 10% までしか上げてはダメですよと、例えば1週間、今週100キロ走ったとしたら次の来週はその110キロぐらいまでにセーブしておきましょうと、120キロ140キロと一気に増やしてしまったら故障リスクが高いので、せいぜい 10% ぐらいにするのがいいんじゃないかみたいな話が結構市民ランナーの、ね、方の間でもある説なんですけれども、ただこの 10% ルールですね、そんなに縛られなくて、特にこう今の私のようにこう故障明けであったりこう長期的な、ちょっと長く休んだところから急速に回復復活していくような気では、その 10% ルールに縛られないでもっと一気に距離とか運動量っていうのは増やしても大丈夫じゃないかなというふうに考えております。でどっちかというとこの 10% とかそういう数値で見るよりはその時々の自分の体調をしっかりモニター、観察して、で、無理がない範囲、目覚めが悪くならないとか、その練習に関する意欲が低減しないとか、そういうところをチェックしながら自分が大丈夫だ、自分の体と向き合って大丈夫だっていう感覚があれば、まあ、10% 以上増やしても 20%、50% 増やしても大丈夫だと思いますし、一方でなかなか回復しないなとか意欲がちょっと低減してしまうとか練習がうまく継続できないなっていう時は 10% より少ない 5% とか 3% とかっていう風になってくるのかなというふうに思います。とにかくですね、杓子定規に 10% とかっていうところにこだわらないで、自分の体の体調をしっかりチェックしながら増やしていくのが大事じゃないかということですね。で2点目なんですけれど、歩きとかウォーキングとかバイクの有効性についてですね、でやっぱりこの2つウォーキングバイクを混ぜることで結構故障の不安なくで早い期間で復活できたなという感覚がありますね。で2行目、この時間はかかるが復活までの期間は短くなりそう、これちょっと、伝わりにくいかもしれないんですけれど、どういうことかというと、こうウォーキングとかバイクをするとその1日あたりの運動時間を比較的簡単に増やせるんですね。で運動時間が増やせれば増やせるほどその元の体力に戻せるといいますか、こう自信が持てる強い体になるっていう、なるまでの期間は結構早く復活できるような感覚があるんですね。でそういう意味で時間はかかる、1日あたりにトレーニングに使う時間はかかるんですけれど復活までの期間は短くなるんじゃないかなというような印象を、持っております。でただこのなかなかね時間が1日あたりの時間がそんなに取れないよという方でやったら無理に歩きやバイクを入れないでもそのランニングだけで、やった方が、あくまでねやっぱ得意性の原理とか言いますけれど、ランニングが効率的に強くなるのはランニングだと思いますので、どうしても時間がそんなに取れない効率性を高めたいっていう方だったらランニングだけに特化して、で歩きやバイクを混ぜる必要は必ずしもないのかなというふうに思います。ただ私のようにですね、時間ちょっとかけてもいいからできるだけトレーニングの効果自体の大きさを高めたいというような場合であったら歩きやバイクも混ぜていくと、比較的運動時間を増やすことができて、でその結果効果も大きくなるんじゃないかなというようなふうに、感じております。で3点目ですね、このスピード練習なしで練習の継続性が高まるっていう、話なんですけど、これどういうことかと言いますと、以前ブログにもちょこっと書いたんですけどね、この
エアロビックベースという、まあ、基礎的な有酸素運動の能力、基礎的な体力が低下しているときに結構スピード練習、私もタバタ式トレーニングとかこの10週間の中でも何回か入れた時期があったんですけど、どうしてもこう疲れが残りやすかったりとか、ちょっと意欲が低下してしまうケースとかがあったんですね。なのでそういう時にスピード練習を一旦なしにして、こうゆっくりペースのジョギングとかウォーキングとかに特化していくと、そうすることでこう練習の継続性が高まったんですね。どういうことが言いたいかというと、体力ができていればスピード練習ってすごく効果的だと思うのでやった方がいいなとは思うんですけれど、しばらく休みが続いてしまっているとか故障したりして体力が結構低下している、基本的なものが失われているという時は、ちょっとスピード練習をやってもなかなかうまく継続することができなかったりすることもあるかもしれないので、もしそのスピード練習ガンガン計画に入れてるんだけど、なんか継続できないとか、どこかで無理が生じてしまって伸び悩んでいるっていうような方は、一旦そのスピード練習をなしにして、ゆっくり長くの量のところを重視して、それで基礎的な有酸素運動の能力を取り戻すと、でその後でスピード練習を取り入れることでまた伸びていくんじゃないかなというふうに思いましたね。今回私は4月にがっつりサボってしまいましたので、7月末のところまではスピード練習なしで、もうとにかくゆっくり長くで量を走る練習をして、で基礎的なエアロビックベースを取り戻していこうかなというふうに戦略を立てております。やっぱりスピード練習ないことで継続性、練習の継続性もすごく高まって意欲も低減しないですし、まあ、結果としてそのダメダメだった状態から復活するというところまでは結構早い、順調にいけたのかなというような気がしましたね。で、まあ、もちろんスピード練習自体は大事なので、8月以降体力がちゃんと戻ってきたらスピード練習も入れていこうかなというふうに、思っております。でちなみにこの直近の1週間、先週はこういう感じのメニューを組んでましたね。で今のイージーランニングはだいたいキロ6分とかですかね、かなりゆっくりめでやってますね。もともと5分切るようなペースでジョギングをしていたんですけれど、なんか意識的にさらにゆっくりめのジョギングをちょっと、試みていて、今はキロ6分とか6分20とかそれぐらいのペースでゆっくり走っております。まあ、この結果はどうなるかっていうのはちょっと実験的なところもありますよね。ただ今の感触としてはそのすごくゆっくりなペースでもちゃんと体に対して刺激は入っているし、でかといってすごいトレーニングとしての充実感もあるので感触としては悪くないなというふうに感じていますね。今後どういうようなに進めていこうかっていう方針なんですけど、まあ、先ほども申しましたが、ざっくりとまず7月末ぐらいまではこの基礎的エアロビックベースですね、基礎体力を取り戻すために、まあ、スピード練習はなしにして運動時間、量を重視していこうと思っております。で歩きやバイク、ウォーキングバイクもしっかり、利用しながらランニングが一番大事ですので、ランニングの量を増やしていくと、ランニングの量を徐々に増やしながら歩きやバイクで有酸素運動、の時間を無理なく全体として増やしていく、そういうような感覚ですね。であと、先ほどの表までには入っていなかったんですけど、ヨガは続けておりまして、でヨガを使ってこの柔軟性とか呼吸あるいは動作の効率性みたいなものを高める補助トレーニングを、継続していこうかなと思っております。ヨガはだいたいですね、1回15分ぐらいの簡単なものを週に4回から7回かな、入れております。それではスライドのパートは、以上になります。はい、以上で、スライドを用いた説明を終わります。今週も動画をご覧いただきありがとうございました。1点今回はご案内があるんですけれど、6月、の最後の日曜日と、7月の5日だったかなに、セミナー、オンラインセミナーを、開催することが決まりました。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらで詳細について、チェックしていただければ嬉しいなと思っております。それでは、今回も動画を見てくださりありがとうございました。これからもトレーニング頑張っていきますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。それではまた。